申し訳ない申し訳ない。皆さんこんにちは、もじゃげたチャンネルです。今日はですね、 GH7 を使いまして、都電荒川線で、プロレスロー HQ ですね、なおかつ32ビットフロート、もうこれでもかっていうぐらいのですね装備で今回は撮影行ってきました。特にですね、今回ですね、1日乗車券を買いまして、一駅乗りましたね。で、都電の方、撮影の方をしております。こちらですね、これが実際のですね、ローの状態なんですよね。こういう眠い画像っていうんですかね。で、プロレスロー HQ の方で、録音という言いましょうか、録画の方をするとですね、プレミアプロの方で読み込むとですね、プロレスローということで、設定の画面が出てくるんですね。で、そこでこのラットの方の ET709、709っていうのは、パナソニックのものですね、ルミックスの方の、標準カラーというんですかね、そういう形になってるんですよね。それがですね、自動的にこう割り当てられるっていうんですかね、他のラットっていうか、ログの方のですね、形式でもできるんですが、基本的にこの BT709 というのがこう当たっていたもんですから、一応これをですねデフォルトの方で今お届けの方しております。この色がですねくっきりするんですよね。422.10bit だとか、そこら辺 の録画の方を毎回しているんですが、やっぱりそれとは一味違うんですよね。くっきりするんですよね。で、あと赤だとか青、ここら辺の原色がですねパッとこう、なんつうんでしょうね、鮮やかになるっていうんですかね。一応そういうカラーグレーディングっていうんですかね、これ基本的にデフォルトなんで、一応そのままをですね今お届けの方しております。でですね、また音声の方はですね、いつもの通り、XLR2 ですね、あれを装着しまして、32ビットのフロートの方ですね、こちらの方で今録音をしております。マイクとしましては MKE600 の方ですね。で、サブの環境音としまして Zoom の M3、 こちらを今、2本のですねマイクで録音の方しております。いかがでしょうか。いや、今日ちょっと時間がなかったので3時間ぐらいの方の、時間でですね、撮影の方したんですが、CF エクスプレスの方のですね、512GB の方のカードがもうほとんどなくなる状態。本当はですね、これ箕輪の方から、早稲田の方ですね行くんですが、途中でもうカードいっぱいになっちゃいました。いやー、本当にですね、もうちょっとしたであれですよ、もう1分も、毎回これ切ってるんですが、1分も録画してないんですけど、もうそれでもう 何ギガっていう形で、もうあっという間に、もうこれ本当に SSD が必要だな、そんな世界ですね。プロレスローのですね、HQ の方の、画像の録音ですね。いかがでしょうか、このプロレスローの HQ のですね、この画像の方と32ビットフロートの方のですね、この音声これ一応縦構図の方で、録画の方したんですが、こういう形でですね、TikTok だとかそこら辺使えねえかなみたいな感じでこういうですね、今これノクチクロンの方で撮影の方しております。この手前 この電話のこのマークのところがボケていい感じ出てますよね。最近なんかもうこの GH7 の方とノクチクロンのこれでなんか電車を録画するのがですね、本当楽しくてなりません。こういうですね、まず空気感なんですかね、こういうの好きなんですよね。いやー、これやっぱり一回このプロレスローを一回経験してしまうと、いやでもダメか、やっぱり 512GB の方のメモリーカードの方ですね、 CF エクスプレス、本当満杯になっちゃいましたからね。30
33分だったかな、確かそれくらいの容量しか、録画できないんですよね。いやー、やっぱりこれ何テラっていう形の SSD が必要なのも分かる気がしました。まあ画像いいんですよね、本当にずっとこう録画しておきたいっていうんですかね。これ 4K120p の方で撮影したんですけども、やっぱりちょっと色合いが違うんですよね。やっぱりスローモーションをまあ考えると 4K120p の方で録画して、まあ、これ 25% のスローモーションになりますね。これが、まあ、フロエズロー HQ の方ですね。 MacBook209 を上げたエッジですね、カラーというふうになっております。もうほぼデフォルトです。こういう感じなんですよね。やっぱり色がいいですよね。信号の青だとか、この車両のオレンジとかですね、やっぱくっきりするんですよね。この窓に映ったですね、なんつうか文字だとか人影だとか、やっぱりこのノクチクロンとの相性はいいですね。この間のですね、江ノ電の方の動画と比べてですね、車両はちょっと短いんですよね。なのでちょっとそこら辺がまあ、パンするときちょっと急になっちゃうんですかね、車両が少ないもんですから。これミノワなんですよね。これ戻ってきちゃったんですよね。もう容量が少なくなっちゃったもんですから途中で引き返してきました。やっぱりこの江ノ電と違ってですね、この種類っていうんですかね、あんまりないんですかね。緑と青とオレンジぐらいだったかな、もっといろんな色っていうんですかね、カラーリングがあればですねと思ったんですが、これが最後のですね、荒川線の方の最後の動画になります。プロレズロー HQ いかがでしょうか。なかなかいいな。そしてこれが、いつもの恒例のですね、北海道牛乳 100% のソフトクリームを、買いましてですね、最近最後にデザートシリーズをお送りしております。これもとっても美味しかったです。プロレズローの方のですね、 HQ の方のやっぱりこの動画の方のですね、色合いとってもいいっていうのは分かっていただけたんじゃないかと思っております。まあそれとですね、最近よく言ってるんですが、やっぱり GH7 の方のこのスチール、これがやっぱりいいんですよね。キメが細かい、まあ当然ですね、ノクチクロンだとか、あと今日持っていったのが、パナライカの方の 15mmF1.7 の方の単焦点、これも持ってったんですね。ここら辺は全部単焦点のその、15mm の方をで撮影の方をしているんですけども、やっぱりノクチクロン以外もですね、やっぱり画像いいんですよ。スチールの方の色もいいですし、キメの細かさっていうんですかね、ここら辺もすっごいいいなというふうに感じております。結構ですね、縦構図、あとまあ普通の横の構図ですね、スチールの方の写真、まあ撮影の方しました。いやー、なんかですね、 GH6 ともG9 Pro Mark II とも違う、なんか味わいがあるんですよね。キメが細かい、いい色を出してる、解像度もいい。いやー、なんかまあ当然動画の方のですね、撮影もするんですが、最近ですね、やっぱスチール、まあこういう形でなんか撮影することが多くなったなってなんか思いました。なんかフルサイズとそんなに遜色ないみたいな、まあ Z8 の方で、まあ、撮影した、まあスチールと比べれば、まあ粗があるんでしょうけど、まあそれを見なければもう当然これだけでいいみたいな、まあそんな風に思いましたね。まあ今後ですね、いろんな単焦点持ってますので、まあ一本一本持っていってですね、動画の方の撮影、あとスチールの方の撮影、まあそこら辺のレビューはしたいかな、まあそういうふうに思いました。ここら辺もですね、ノクチクロンの方で、まあ一枚一枚こう撮影したんですが、なかなかいいんですよね。こう近づいてくると空気感が出てですね、いやー、まあ色合いもいいですしね、こういうなんて言うんでしょう、オブジェクトっていうんですかね、
まあ、こういうのを撮影しても面白いですし、こういう箕輪橋っていうんですかね、ここら辺のまあオブジェクト撮影するのとっても楽しかったです。なんか GH7 になってこうカメラでの撮影が楽しくなった、まあ、当然あの GH6 あの G9 Pro Mark II も当然楽しかったんですが、なんか GH7 は一つ頭抜き出てるっていうんですかね、そういうふうにかあの感じました。こういう昔ながらのですね、なんかパネルとかこういうあるんですよね、この箕輪橋、いやーよかったな。さあいかがだったでしょうか。今回はですねルミックス GH7 の報道ですね、ノクチクロン 42.5mm F1.2、まあ、そしてですねパナライカの方の 15mm の F1.7、まあ、こちらの方のレンズを持っていってですね都電荒川線、こちらの方でプロレスロー HQ の方のですね、動画の方を撮影してきました。まだですねさっきお送りしたようですねあのスチール写真、こちらもなかなかいいなということで、今回ちょっと時間がなかったんですが、まあ、3時間というですね時間を使いまして撮影の方行ってきました。いかがですかこのプロレスロー HQ の方の、まあ、この動画、いやなかなかですねやっぱりあの、422.10bit の方で、まあ、いつもあの録画の方をしているんですが、まあそれとはやっぱり一味違いますよね。なんかやっぱりカラー特に原色があのパッてこう何て言うんですかね、鮮やかにこう色が出ているんじゃないかな、そんな風に思いました。当然解像度もいいですし、適度なコントラストっていうんですかね、あのメリハリがあるっていうんですかね、そこら辺がいいなというのを思いました。またですね、いつものですね MKE600 の方と Zoom の方の M3 こちらの方とですね XLR2 こちらの 32bit フロートの方のですねデバイスの方をつけまして、もうフル装備の方で今回は行ってきました。またですね今度まあ花火大会だとかお祭りとかあるとかと思いますので、まあ、そこら辺の方のですね撮影の方をしたいと思っております。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよろしければグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いいたします。プロレスロー HQ 最高。